さ、晴らすのは結果しかありません。松本右サイド、その川辺、うん、シュート決まった、采配ズバリですね。決めたのはパク・カンイル、 J 初ゴールは貴重な貴重な同点だ。そしてそのお膳立てをしたのはなんと3バックの右、川辺のクロスで中にしっかり3枚入ってニアの位置ですよね。この位置で長澤選手が引きつけてるっていうのも大きいですよね。フォワードとしてましてはね、長澤としては、うん、まあ自分で決めたいというのもあったでしょうけれども、ね、いい仕事ですね、はい、これもね、まあ、0.5 点は長澤選手に挙げてもいいかな。
キレって言いますかね、プレーのそこがもう一つ。そして前半33分はフリーキックからパッカンイル、ここは古巣対決の増山が頭でボールを突き上げます。でもまずチームとしたらば、まあ、速攻が一番怖いわけですから、ですからそれは